け。じゃあパパが勝ったら餃子。餃子だよ。ひーちゃんたち負けたら、ひーちゃんが勝ったらマックでしょ。うん、いつも勝ってもマック。はい、あ、じゃあ行こうか。ひーちゃん勝ったらピザね。ピザ。いやいやいや、マックでよくない？ピザがいい。はい、佐藤、ピザがいいの？いや、マックいい。マック。なんでこれ？はい、行く。じゃあ行く。勝ったらマック二人。そう、行け、さてさてさて。よ。最初はグー。じゃんけんぽん。やった、勝った。ひーちゃん勝った。じゃあ、アイコだ、アイコ。アイコがひーちゃん。そう、息パーでしょ。一人ずつだと、パーだと。あ、ぽーん。じゃあ、もう一回。じゃあ、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 最初はグーじゃんけんぽん。あいこ、あれ、お、じゃあ、一気負けて、あいこ、ひーちゃんとパパ勝った。じゃあ、ひーちゃんと、あー、ひーちゃんとパパ勝ったから、次ひーちゃんとパパが最初はグーじゃんけん、あいこでしょ、じゃない、あいこでしょ。パパ勝った。餃子、負けた。やだ、餃子、餃子、餃子。マックがいい。もう一回、最後に一回。なんでもう一回？いや、分かった。2回戦、ひーちゃんと一気。じゃあ、もう一回、じゃあ最初はグーじゃんけんぽん。もういいだわ。あいこ、あいこ、あいこ、そう、あいこでしょ。あれ、まあ、餃子、餃子だ。やだ。パパの優しさでマックにしてください。お願い、もう一回やるじゃん。じゃあ、もうマックでいいよ。やだ。じゃんけんは楽しかった。チェック楽しかった。何が当たったの？あ、見て、かわいい。ちょっとかっこいいし、かわいい。うん、あ、マックのシール、これ、タンジロ。あ、ネズコがよかった、いいじゃん。ん？いや、ネズコ入ってないでしょ。入ってるよ、5種類ちょ。あ、見て、3枚入りで全5種類。もうしょうがないそれ。あ、じゃあひーちゃんこれ言うね、ぜ、しのぶに。しのぶって、しのぶって誰？ダパンプのしのぶ？違うよ、しのぶに。ダパンプのしのぶ知ってる？しのぶに、しのぶに、イグロに、ダンクチャジロに。なんでわかんの？ほんとみやこさんに。ケチャップ飛び出てる。それチーズバーガー。お肉入ってないように見える、ほら。ケチャンコや。ちゃんこ、なんかお肉入ってるよね。入ってるよ。なんかめっちゃもう薄さが、これに比べたら薄さが少なすぎて、うん、え、違う、手で食べて、薄さ、薄さ、うん、手で食べな。ひーちゃんハンバーガー持ったっけ。ハンバーガーめちゃめちゃでかく見える。え、美味しい。ひーちゃんよりもでかい。でかい。これちっちゃい。確かにひーちゃんこのハンバーガー1個で食べれるか、うん、心配な量だよね。うん、うんうん、ちょっと落ちたちゃん、どこに置けばいいんだろう。美味しい、ひーちゃん。最高？うん。でこー！なんであの最高？待ってて、ひっくり返って。ひっくり返るのやめな。わぁ。このいちごクリーム食べてみよう。なぜケーキを2日。2日ずっと食べてるかも。2日じゃないよ、もう 3日だよ。3日食べてるかというと、なんとパパとばあちゃんがみかんも1個ずつ買ってみかんよりも2つになったから今日食べてる。そうだよ。じゃあ座って最高やってなしたら。おいしい。ひーちゃん、で最高。最高。最高最高。ひーちゃん待って。ん？やって。何それ？最高やって。わかんない。ずっとでもいいから。最高知らないの。これでもいいから。何それ？何でいいよ。最高でいいよ。あとはトントンジェイコ。なんで無理やり。あとはトントンジェイコ。なんで無理やり最高やらせようとするの？無理やりなの。パパ食べるよ、一口。うん、まだ一口食べたけど、いいじゃん。一気も食べ終わっちゃった。早すぎ。早すぎじゃない。半分で食べてた。どっちが早く食べれるか勝負。うん、どっちが早く飲めるか最高食べれるか勝負。はい、パパ、チェック。
何の勝負？ヒチ今日発表会頑張るでしょ。おばあさんを洗濯を、うん、じゃいや おばあさん洗濯いいからさ。じゃあヒちゃん。おじいさんをカバンにしぶかり。もういいこれね。おじいさんカバンにしぶかりって何？しぶかり。なんでその喉ガラガラ、喉痛いの？喉痛くないの。じゃあヒちゃん発表会頑張ります。おうは。そんな声出していいって喉からカレーになっちゃうよ。小さい声で発表会頑張ります。おう。あれも聞こえない。雪分かった。雪ブリルでいいじゃん。いけない。え、雪すごいよ今日。わあ。ちょ、後ろ見て、後ろ。はい。横、うん、何じゃない。何。横、後ろ。お、いいじゃん、これ成功じゃない？成功。大成功。イエーイ。え、だって歌ったもん。うん。よし、じゃあ行くよ。出発、ゴー。出発、ゴー、ゴー、ゴー。水曜水曜、すごい雪、見て。わかったから、早く。ひー、ちょ、最後か、待ちろ。最後、髪見して、ひーちゃん。もういいよ。ちょ、最後見して。行けよ。横。あ、おお、いい、最高。さっさと行こう。ねえ、幼稚園の。最後ね、今はもう。